こんにちは、みすずです。今日はハンドブレンダーのバーミックスを使った第4弾、1回目に生パン粉、2回目にマヨネーズ、3回目に、冷凍バナナとヨーグルトでスムージーをご紹介したんですけれども、今回はもっともっと簡単に、一番身近に使える生クリームの泡立てをやっていきます。でバーミックスの生クリームの泡立てってハンドミキサーとか他社さんのハンドブレンダーに比べてめちゃめちゃ早いんですよね。バーミックスでの泡立てが早い理由その1、先っぽが泡立て器状ではない。他社メーカーのハンドブレンダーだとこういった泡立て器状のタイプのものを先っぽにくっつけて泡立てるのですが、バーミックスの場合はこの平らなアタッチメントを使っていくのでとても早く泡立てることができます。また2つ目の理由は縦に泡立てるから早く泡立てることができます。生クリームの泡立てにはこの丸いやつですね、このアタッチメントを使います。とあとあると便利なのが筒状のもの、これは専用のバーミックス専用のメモリのところにマヨネーズの作る分量が書かれているものなんですけれども、このガラス瓶を使って泡立てるとすごく早く泡立てれます。なのでこれを使っていきます。似たような形のものがあれば何でもできるので、この専用のガラス瓶ではなく筒状の入れ物、お家にあったら計量カップとかですね、何でもいいと思います。あったらそちら使ってみてください。泡立てていきます。泡立てに使うのはこちらですね。このアタッチメントをコンセント抜いた状態で挿してあげてくださいね。コンセントを挿した状態だとこのボタンを押すだけで動き出しちゃって危ないので、コンセント抜いた状態でアタッチメントを取り付けます。それから挿してください。で生クリームですね、ボールじゃなくてこういう縦長の筒状の入れ物で泡立てると早く泡立てることができます。今日は35% ですね。なのでちょっとだけ時間がかかります。45とか 47% の動物性生クリームだとめちゃくちゃ早いんですけど、 100cc 泡立てますね。では泡立てます。ハンドミキサーよりも早く泡立ちます。いきますね。ちょっとうるさいかもです。これでは低速、高速にしますね。これで出来上がりです。こんな感じ。本当にねめちゃめちゃ早く泡立つので、ぜひ生クリームの泡立てに使ってみてください。今回はコーヒーゼリーにトッピングしていきます。マグカップに作ったコーヒーゼリーをグラスにクラッシュして移し替えます。その上にホイップした生クリームをのせます。こんな感じで生クリーム、ホイップがすごく手軽に楽しめるので、ぜひぜひお試しください。出来上がりました。では同じ瓶でバナナジュース作っていきます。バナナとあと牛乳ですね。アタッチメントはこれを使います。同じようにアタッチメントを挿してからコンセントを入れてあげてください。危ないので注意してくださいね。でバナナを適当に入れます。このガラス瓶使ってますけど、別に飲むコップに入れてもらっても大丈夫です。適当にバナナを潰します。で牛乳もまあ適当に、バナナ入れた状態で100入れてもらって、バーミックスでガーッとやります。はい、出来上がりました。こんな感じですね。
氷を入れたグラスに注ぎます。あ、ちょっと塊があった。これで出来上がり。すごく簡単に果物ジュースも作れるし、いちごミルクとか他の果物で作っても美味しいですよ。完成。はい、というわけで出来上がりました。こんな感じでバーミックスでの生クリーム泡立てすごく簡単にできるので、興味ある方はぜひぜひ購入してみてください。すごい重宝してます。生クリーム単体だったらいいんですけれども、クリームチーズと生クリームを合わせるとかが、公式サイトだとそれでチーズケーキとか作ってはいるんですけれども、私はちょっと苦手かなと思います。混ざりにくい、ダマが残りやすいんですよね。私のやり方が悪いのかもしれないんですけど、なのでケーキ作りにはあんまりかなとは思うんですけれども、生クリームの泡立て単体だったらすごくめちゃめちゃ早いし、すごく使いやすいです。で、今回使用した生クリームは、中沢高梨かな、 35% のものなので、もっと乳脂肪の多い生クリームだともっと早く泡立ちます。ほとんどの場合立てすぎるぐらいめちゃめちゃ早く泡立つので、忙しい時とかにすごく使えます。な感じで、今日の動画ためになったなと思ったら、高評価とチャンネル登録してくださると嬉しいです。ではまた、最後まで見てくださりありがとうございました。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。